三陸鉄道36の100系機動車は、三陸鉄道の普通列車用機動車である。本校では、同系の36から200系機動車並びに、これらの改造車である36から1100系機動車、36から1200系機動車、36から2100系機動車についても記述する。1984年の三陸鉄道開業時に、 導入された車両であり、開業時に16両が富士重工業及び新潟鉄工所で申請され、翌1985年に3両が増備された。形式名称の36は三陸をもじって付けられたものである。後続の第3セクター鉄道各社が低コストなレールバスタイプの軽快機動車を多く導入したのに対し、36から100系グループは、 全長以外の規格、接客設備等が日本国有鉄道系機動車に近い規格で製造された。機器構成面では直前の1983年に国鉄が試作していたキハ37型の影響を強く受けており、それは製造当初垂直シリンダ式の新潟鉄工所6リットル 13AS ディーゼルエンジン国鉄機動車用。 DT22 系と同系で一軸駆動の NP-116 台車を装備するなどの構成に現れている。三陸鉄道開業の1984年に36の101三36の110の重量が製造された。両運転台、お物処理装置付きトイレを装備し、ワンマン運転対応の設備も有している。座席は、 セミクロスシートで車端部がロングシートとなっているがクロスシート部分は左右の座席をずらした配置となっている。またクロスシートはシートピッチ 1520mm のボックス席である。前面は貫通路を強調したデザインとなっており、ホロを格納した時にホロが目立たない構造となっている。車体の色はアイボリーチに赤色で三陸の 3を3本線で表し、アクセントカラーを青として、白、赤、青の配色がなされている。南リアス線所属の105は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生時に、吉浜峠間の桑台トンネル内に緊急停車し、津波による被害を免れた。警報を受信して、緊急停車しなければ、 トンネルで内側で発生した落橋によって乗務員、乗客もろとも転落するところであった。その後、湿度が高いトンネル内での長期留置で車両の腐食が懸念されたため、線路修復が行われ、同年6月24日に吉浜駅へ自力改装され、森方の復旧まで留置されていた。この時、一切の車両、人的被害も出さなかったため、 奇跡の車両と呼称されることもある。南リアス線の運行再開後は36から700型と共に運用されている。36から201から36から209の給料が製造された。基本的には36から100型と同じ構造となっているが、車内に飲料水の自動販売機が設置されている。また、このうち1985年に増備された3両には、 運転台付近にテレビデオが設置されている。36から1100系36から1200系の登場後、2001年から2002年に36から100系の車内を改造した車両で、座席はすべてフリーストップの2人掛け、リクライニングシートとなっている。テレビビデオが設置されているほか、車椅子用のスペースが1台分設けられ、リアスシーライナー運転時は、 36から1200、かったとともに、同列車に重当された。3両が改造され、番号は原番号プラス1000番の36から1103.36から1106.36から1107となった。青色塗装の車両は、今まで、アイボーリーチの部分が青色へ、青色の線の部分が白色へ変更されている。36から1106は後日のように、 青色塗装のまま廃車。36から1107は、夏季手をつなごうラッピングを経て、通常塗装に戻っていた。36から1106は2009年4月より、使用停止となり、残る36から1103、36から1107も2013年度に廃車された。2000年と翌2001年に、36から200系の車内を、 改造した車両で、座席はすべてフリーストップの二人掛け、リクライニングシートとなっている。二両が改造され、番号は原番号プラス1000番の36から1201.36から1206となった。外観塗装は、今までアイボーリーチの部分が赤色へ、赤色の線の部分が白色へ変更されている。リアスシーライナー運転時はこの車両が充当されていた。 二両とも2009年4月より使用停止となり、上記の36から1106とともに8月26日から29日にかけてミャンマーに送られた。ミャンマーでは他の日本の第三セクター鉄道から輸出された車両より豪華なリクライニングシート装備の内装を活かし、ミャンマー国鉄幹部の巡回視察用として使われている。 三十六から二千百系三十六から百系の車内を改造して二千二年に登場した車両で三陸潮風の愛称が付けられている三十六から百十の一両のみ改造され番号は原番号プラス二千0 0番の36から二千百十となった室内は掘りこたつタイプと全面畳敷きタイプに転換でき掘りこたつタイプでは中央を挟んで両側に4人掛けの テーブルがつく。冬の間、こたつ列車として、北リアス線の土曜日、休日に運転される、定期列車1往復にはこの車両が連結されている。貸し切りもでき、予約すれば特別料理を堪能することができる。2013年度の例として、お座敷列車は4月27日から29日、5月3日から6日、九時田の畑間で1日1往復運行後、 6月1日から9月23日の土休日、7月27日から8月11日の毎日お座敷列車北三陸号として運転。小つ列車として12月1日から2014年3月30日の土休日、1月1日から1月5日の毎日運転された。なお、2014年度からはお座敷列車として、 新型車両 36Z1 型が運行を開始したことにより、小座敷列車北三陸号、小つ列車から退き、団体化切りや、企格列車、使用際のメモリーズ号として運転、旧小座敷列車と案内されている。2016年3月に引退し、新潟トランシスへ輸送された。製造当初は、比例棒であったが、 1995年から1999年にかけて冷房が設置された。冷房設置によりエンジンの出力が不足するようになったので、従前の6リットル1 3 a s 型から DM 回 13Hz 型に換装されている。なお、DM 回 13Hz 型エンジンの定格出力は 330PS であるが、動力台車が一軸駆動であるため加速時の空転を、 防ぐために 300PS に出力を抑制して使用している。さらに、車例が25年に達し、老朽化が見られるようになったので、2008年度から保安部工場を含んだリニューアル工事が開始されている。主な内容としては、自動列車停止装置の変更、保安ブレーキの二重計画、コイルバネ台車から空気バネボルスタレス台車への交換である。 台車の交換により応答性の良いユニットブレーキ化がされ、動力台車が二軸駆動となったので、エンジンの出力が本来の定格出力である 330PS に引き上げられた。ゴーダ・ケイが提唱し、様々なキャラクターが手を繋いだ、手を繋ごう、大作戦が子供にも好評であることから、36から102と36から1107に、 特別ラッピングを施して2012年4月から1年間運行された。36から105、きっとずっと2号ネスレ日本が中心となり、三陸鉄道を応援する、きっとずっとプロジェクトにより、2012年3月から2013年6月まで、36から101に桜のラッピングを施し、きっとずっと5として運行していた。同のラッピング終了後は、 2013年4月より、前述する36から105に、類似のラッピングを施し、きっと、ずっと2号として運行。2号は、2014年6月22日にラストランと、参加者募集の元ラッピング剥がしが催された。2013年12月24日から、北リアス線宮古、小元間で、きっと、ずっと3号が、運転開始した。こちらは、 元々の塗装を活かしたラッピングである。1994年に強風による転覆事故で2両、2009年3月のダイヤ改正で余剰となった3両が使用停止となり、2009年時点で14両が稼働していた。2011年の東北地方太平洋沖地震による津波で、南リアス線所属の4両のうち3両が西駅の車両基地で冠水し、 使用不能となった。同年10月5日より、触れ合い待ち会室として、車内でイベントなどを行っていたが、車両の修理に多額の費用が必要なことから2012年11月で閉鎖となり、同年11月14日より、解体作業が行われた。代替として、クウェート政府の援助により36から700型が、同数導入された。 2013年度には36から1103、36から1107が廃車、2015年3月にミャンマーに譲渡された。2013年度前期放送の NHK 連続テレビ小説、アマチャンで、北リアス線をモデルとした北三陸鉄道リアス線の車両として、主に207.208の2両が撮影に使われ、そのままの姿で、 オープニングテーマや劇中に登場する。劇中では、久慈駅をモデルとした、北、三陸、田野畑駅をモデルとした、畑野の行き先が表示されることがある。最終話なしなど、一部の放送会で、36から2100型が撮影に使われている。また、劇中では100系の図色を模した、K1 ボックス車が、北三陸鉄道の車両車として登場する。ありがとうございます。